こんにちは、S&D です。今日のテーマは4種類のサーブの基本です。アンダーサーブ、サイドサーブ、フローターサーブ、ジャンプフローターサーブのサーブの打ち方の基本やコツの総集編です。ぜひ参考にしてみてください。今日はフローターサーブの練習をしていきます。フローターサーブを打つ上で大事なポイントの一つ目はトスの上げる位置なんですが、トスを上げる位置は手をまっすぐ伸ばした状態の真上か真上より少し自分寄りに上げることです。トスの高さは自分が一番力の入る叩くポイントにめがけて上げてあげます。では打っていきます。ポイント2つ目はボール投げの要領と同じように左足を一歩前に出して打っていきます。で、それじゃ入らないっていう人は2歩出してこの足の勢いも使って打っていきます。右利きの人の場合右左で打っていきます。では両方やっていきます。まず一歩の場合です。2本の場合、はい、3つ目のポイントはボールの真横を叩くことです。この時だるま落としの要領で間のものを抜く感覚で叩いていきます。叩いたら戻すと無回転のいいサーブが入るので、そこを意識してやってみてください。ではやっていきます。5個目のポイントは手の下側に当てると無回転のボールが行きやすいので手の下で打って戻す感覚でやっていきましょう。エンドラインから打って入らない人はエンドラインより前から入る位置から始めて徐々に距離を伸ばしていってみてください。今日はアンダーサーブの基本をやっていきたいと思います。アンダーサーブは手を下から上に持ち上げるサーブとなります。指導者の方や体育の授業、バレエを始めたての人などが比較的使いやすいサーブとなっております。サーブの手の握り方はグーもしくはパー、どちらでも構いません。グーの場合はこの平たいところ、パーの場合は手の腹の下側の位置で打ちます。手は力を抜いてスイングするのではなくて少し力を込めつつ最後ここで思い切り下を叩きに行くというイメージです。ボールに手を当てる角度はボールの真ん中より少し下の部分をこの角度で当てていきます。その時に手首を返したり上に向きすぎたりしてしまうと、返してしまうと下に落ちてしまって、上げてしまうと真上に上がってしまうので注意していきましょう。打つ前に一度どこを叩くかをイメージできるようにしていきましょう。足は横で構えて下から打つ人と前を向いて下から打つ人がいますが、それもやりやすい方で構いません。あまり横を向きすぎているとコートに体がいかないので、少し前にある足は開き気味でもいいかなと思います。アンダーサーブを打つポイントはトスを高く上げすぎないこと。トスを高く上げてしまうとボールを打つタイミングを測って打たなければならなくなります。なのでトスはここから落とすぐらいで大丈夫です。1、このタイミングで打つと一番ボールに手がヒットしやすいです。前を向いて打つ場合は足はコートを向きます。そして後ろから
ボールの下を叩いていきます。真ん中よりも下、真下ではなく少し上ぐらいのところを叩いて上に持っていきます。トスの位置が左手をまっすぐ出した位置だと手があっちに向いてしまうので、トスは左手を右手の方に置いてそのまま落としてやるとそのまままっすぐ打つことができます。はじめは短い距離から始めて徐々に長い距離に伸ばしていきましょう。ではやっていきましょう。ポイントを意識して練習していきましょう。今日はジャンプフローターの練習をしていきます。まず一つ目のポイントは足の動きを覚えることです。一番簡単な足のステップは右左右左でジャンプして打つのが一番簡単だと思います。ではやっていきます。トスを上げるタイミングなんですが、3歩目の右足の時に上げて左足で踏み込んで打ちます。やっていきます。3つ目のポイントは助走の勢いを使って打つことです。フローターの時よりも助走の勢いがあるので、その助走の勢いを使ってそのまま打つイメージでやっていきましょう。今日はサイドサーブの基本と実践の動画です。アンダーサーブの時に説明をしたのですが、アンダーサーブというのは下から上に打つサーブ、今回のサイドサーブはボールを肩の位置に置いて横から横にヒットしていくサーブをサイドサーブと言います。バレーボールを始めて少し時間が経った人や家庭婦人の方に多く使われているサーブとなります。アンダーサーブだと上に向かって放物線を描いてサーブが行くんですが、サイドサーブは横にボールを叩くのでアンダーサーブよりはネットに近い軌道で飛んでいきます。なので効果的です。まず手ですが、グーでもパーでも構いません。親指は立てた状態でないとここに当たって違う方向に飛んでいってしまうので、この面を平らにしてここにヒットさせます。パーの場合は手のこの位置にボールを当てていきます。その時に手の面を返しすぎたり上げすぎたりしないようにちょうどいい角度を探してみてください。なるべく手首はいじらない方がいいと思います。
ですが、下から上に上げてしまうとボールの当てるタイミングを測らないといけないので、ボールを上げるではなく落とすようなイメージでトスを上げていきましょう。よりサーブに体重をかけるには、トスを体の中に置くのではなくて、少し前気味に出したボールに対して乗っかるイメージで打っていけば、より体重が乗っていいサーブになります。サーブの足ですが、横向きでも縦向きでもやりやすい方で構いません。少しコートが視界に入る位置に足を置いていきます。そして後ろから前に体重を移動させて、その勢いでボールにヒットさせていきます。例えば野球のボールを打つときに、短いバットの方がボールが当たりやすいように、手を大きく振りすぎるとボールにヒットしにくくなります。遠くというよりは体に近いところで打っていった方がヒットしやすいですし、体重も乗りやすいです。ぜひチャレンジしてみてください。今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。